もう一点だけなんですけども、明治150年に関連してこの知事の会見の場でもたびたび取り上げられたその福島県を訪問する、まあ、今回の、まあ、大交流医師の株で福島訪問というなども認定されますけれども、まあ、これについての知事の思いは、まあ前もちょっとお話した通り、予算で何か事業としてやるということはですね、ございませんが、当然福島との関係では、例えばその災害でもですね、職員を派遣したりとかいうこともやって、いろんなそのつながりもできておりますし、私もまあ、前も言いましたが、内堀知事とはですね、同じ役所におりましたので、よく知った関係ですし、知事会でも、まあ、若手の知事会でもですね、一緒になって、いろんな話もさせていただいております。まあ、まあ、歴史とかですね、そういったことを踏まえて、またその今、この150年を節目にどういったことができるかということはですね、まあ、行政がというよりはですね、この民間の方でいろんな動きが出てくる中で、行政としても何かできることがあれば、やっていくということはあるかなと思いますけれども、まあ、行政自らが何かこう先に立ってですね、流れを作っていくとかいうところはですね、現時点で考えているわけではありません。まあ、市の方とかですね、まあ、個別にはまた萩とか会津若松とかこうあるんでしょうけれども、まあ、そういった中でですね、まあ、自治体だったりあるいはその民間団体だったりですね、まあ、そういったものの中で関係が深まっていくのはこれはいいこと、とても素晴らしいことだと思いますので、まあ、そういう中で、県としても何か応援できることがあれば当然それはやっていきたいなと思っておりますが、まあ、現時点で何か今考えているとか動きがあるというものではありません。はい、新規の事業に関してなんですけれども、まあ、厳しい状況の中でですね、911の新規事業を立ち上げられて、特に重点項目で78項目ってあるんですけれども、まあ、ちょっと見てますとですね、なかなかこう、よそでもよくやってるなというような、例えば、まあ、航空機とか宇宙産業とかだったら、まあ、他県、まあ、岡山とかですね、広島とかに行きますし、まあ、海外への、展開とかだったら、まあ、飛騨牛なんか20カ国で販売されてるとかですね、そういった、ことがあって、まあ、こういったものを実際に達成していく上ですね、地域間競争っていうところにまず勝ち抜いていかなければいけないということになってくると思うんですけれども、まずその、まあ、これから2期目を迎えるにあたって、そういった山口県を活性化する取り組みの中で、地域間競争を勝ち抜くために、どういったことをしていかなきゃいけないのかという認識と、あと、まあ、実際この今、1期目から含め、例えば水素とかですね、医療関係とか、これから取り組むバイオとか、そういった宇宙産業とか、新しい種をまいていっていると思うんですけれども、これがまあ、長い目で見たときに、どれくらいの時期に花が咲くのが、まあ、望ましいのか、例えばなんか飛騨牛とかだと、10年ぐらい前からもう輸出の体制を整えて、今、20カ国っていうような話になってますけども、そういった長期のスパンで見たときに、いつぐらいにそういう、こう成果を出していきたいっていう。知事ご自身もご考えをちょっと。成果ということで言うとですね、やればやった分の成果っていうのはですね、出てきていると思います。まあ、その、今までの医療、環境、エネルギー、そういった分野での事業化についてもですね、県としても産学公金の取り組みを支援をして、まあ、具体的に事業化が出てきているわけですね。例えば、まあ、その第1号で言うと、東洋鋼板の DNA チップなんかそうですけどね、薬事承認を得て、これは東洋鋼板の金属の表面処理の技術を、これからのその、オーダーメイド医療に生かして、そういったまあ成長分野にですね、今までのその持っている技術、金属の表面処理の技術ももちろんとても重要な技術ですし、まあそれでやっていかれているわけですけれども、それを生かしてこれからの成長分野に展開をしていくということがですね、山口県の産業いろいろできるわけですね。まあ基礎素材型産業でも基礎的なその部分の産業がありますので、ある意味ではその応用がいろいろと効くと。いう分野でもあろうというふうに思います。実際に科学関係の企業が多いですけれども、実際にどこの企業も医療とかですね、そういった分野にはですね、関連する会社を持ったり、事業部門を持ったりしてですね、やっていると。今まで持っているそのノウハウをしっかりとこれからの成長産業に生かせるという産業のそのベースというのが山口県はこれはすごく強みだと思ってます。何かに特化した産業であればですね、それが時代変わっちゃうともう何もできなくなっちゃいますけれども、山口県の産業は基礎素材型産業で、まあ、これは弱いんじゃないかというですね、見られてた部分もありますけれども、まあ、しかし、それがですね、新しい分野への展開ができるという可能性を大きく持っているわけですね。まあ、そうしたものをですね、伸ばしていくっていうのは山口県が、取り組めることでありますし、またそれが強みだというふうに、しっかりとですね、我々も認識をしてやっていかなきゃいけないと思います。まあ、実際にその、
まあ、東横藩のケースもそうですけれども、様々な分野で事業化が出てます。今の DNA チップも薬事承認を得られて、いろんなその、がんの治療についても、がんの種類ごとに承認がいるんですけども、それもどんどん展開をできているということで、ございますから、まあ、そういったものはですね、何かこう、トータルの量というのは、まあ、こう、一つ一つを積み上げていってたどり着くものなんだろうと思います。まあ、そうしたものは一つでも多く出していくということがですね、重要です。で、まあ、他の中、勝ち抜く中で、勝ち抜いていくためにどうするかという話ですけれども、まあ、今言ったように、弱いところで強いところを戦っても難しいので、山口県が持っている強みっていう部分を、しっかりと我々が、整理をして、認識をして、そこをですね、今の環境を見たときに、どのように伸ばせるかっていうことをですね、考えていく必要があるだろうと思います。まあ、磨けば勝てるところで、戦っていくというのはまず重要だと思いますね。まあ、そのためには先ほど言った医療とか環境エネルギーということをこれまでやってきましたが、まあ、今回の予算でも新たにバイオというのを入れております。まあ、これは県内にそのバイオ関係の企業の集積もありますし、今度はですね、薬学部も新しくですね、山口県にできるわけですね。医学とか工学だけじゃなくて薬学部ができる。まあ、そうした中でですね、産学官の連携というのはもっといろんなバリエーションが出てきます。そうしたこともですね、強みにして新しく伸ばしていく分野として、今回バイオの方もですね、追加をしてやっていくということです。それから、まあ、航空機とか宇宙関連の産業もですね、まあ、企業の名前とあれなんですけども、いろいろと山口県には、スペシャルなものが作れる企業っていうのが、中堅企業、まあ、中小も含めですけれども、多くあります。まあ、そうしたものをですね、これからのその成長産業に仕向けていく、迎えていくための、まあ、後押しをしていくということですね。ですから、何でもかんでもというよりは少しそういうふうにですね、今ある、持てる力、伸ばしていく、ことができるんじゃないかと思うものをしっかりと見て、そこに集中的にやっていくということが一つ重要だろうと思います。それから海外展開の牛とかですねの話もされました。山口県の和牛が非常に全国3位でですね、評価が高いわけですけれども、まあ、認知度がまだまだ低かったり、あとはそのブランドもまあ、確立されていなかったりですね、いうところでですね、ややその伸びきれてないところがあると、伸びきれてない、もっともっと伸ばせると思って、おります。まあ、そういった意味ではここに山口和牛のブランド力向上というふうに書いてますけれども、まあ、少しこのブランドもですね、今ちょっとそれぞれがやってるところあるんですけれども、少しそれをですね、もっとこの大きな形で、打ち出していけないかということもですね、考えておりますし、またこの売り出すのもそうなんですけど、生産の方もしっかりとやっていかなきゃいけないので、まあ、それについてもですね、後継牛バンク、これ後継牛の牛なのかな、牛バンクっていうね、安定して牛をこう生産できるような、まあ、そういう新しいその全国初の取り組みをですねやっていこうとしております。まあ、供給するためにはですね、やっぱりきちんと生産をして担い手がいて、生産がきちっとその何て言いますか、効率的にと言いますか、安くいいものができるようにして、そしてまた販路を開拓する、その売り込みをするって、まあ、いろんなものが、いりますので、まあ、これは結構いろんな分野についての対応がですね必要になってくるんですけれども、まあ、そうしたことをやればですね伸ばしていける力はあるだろうというふうに思って、おりますので、まあ、そういうことをですね意識して予算を組んでいると。まあ、これからの予算だけじゃなくて、これからの取り組みもそうですけれども、しっかりと、まあ、強みを生かしていくと、潜在力を引き出して伸ばしていくと、まあ、そういったことをですね、特に意識をしてやっていきたいなと思ってます。実際やっぱり10年ぐらいのスパンで見てる10年、まあ、10年の成果出るでしょうけどね、1年でも2年でもまあ成果は出ますよね。実際に売り込みすれば、それで取引が成立すれば、それで一つの成果なわけですから、まあ、その大きくするためには、それはもちろん継続してですねやっていかなきゃいけないのはもちろんだと思います。